大谷翔平を女性化させた画像が X に投稿され、可愛いと話題になっている。本当に可愛い。なんでこんなに可愛いんや。もともとが可愛いから可愛くなったな。素晴らしい、こんな女性いるよな。この発想はなかった。本当に可愛いな、ちょっとドギマギしたわ。ドキドキしちゃうわ。日ハム時代から思ってたけど、大谷って鼻と口がめちゃくちゃ女性っぽい形しとるんよな。女性化したら似合うはずだわ。ほんまに可愛いよな。大好きや。可愛すぎて元の姿ですら女の子に見えてしまうという。大谷恐るべし。今までにない斬新な切り口に、ほっこりや。負けてるわ、乾杯や。なるほど、女性顔なんすね、大谷さん。なるほどねー、すげーや。大谷翔子か、可愛いな。めちゃくちゃ可愛い、ほとんど加工なしよな。Y が生きてていいのかわからんレベルや。悲しい。いや美人すぎて草。可愛すぎる、何の違和感もない、何度も見てしまう。大谷を女性にすると賢く気の強さがわかるわ。大谷の好みのタイプって、自分が女性化したのとドンピシャなんやないか。可愛くて背が高くてスポーティーで、明るいタイプって感じ。これは面白い。バット持ってるやつが特に可愛かったな。世の中の男たちだけでなく女性たちまで嫉妬させるとは。いや、もはやかっこ可愛すぎて嫉妬する気にもなれやしないぜ。大谷って愛らしさがあるよな。やってることの凄さと、表情や仕草とのギャップに、余計見せられる。女性化大谷から大谷に戻った時も、ハンサムショートが似合う可愛い女の子にしか見えないんやが。大谷さんこんなに可愛い女性になるんや。やばい、ほぼ変化ないやん。元が整った顔立ちだと美人になるんやな。ファンサービスデートかで女装してほしい。娘さんとかできたら、こんな可愛い子になるってこと？やっぱりモデルだったか。いい男そしていい女。可愛い顔と、筋肉ムキムキの体とのギャップが。長い髪の毛可愛い。女性化すると彼の母親や姉の面影があるな。